大海旅客鉄道飯田線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を持ち列車交換が可能な地上駅。単式ホーム側に駅舎があり、島式ホーム側とは稲城駅側にある構内踏切で連絡している。1.2番線が本線で、3番線が上り、副本線である。貨物取扱駅であったため、構内には、 複数本の側線がある。かつては駅舎の北側に有害者用の貨物ホームがあった。稲市駅管理の無人見駅。2013年3月までは東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場が設置されていた。稲市統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。稲北高校。 高東高校、上稲農業高校の最寄り駅のため学生も多い。観光シーズンには、高東城市公園へのアクセス駅としてにぎわう。隣の稲市の中心駅、稲市駅とは、徒歩15分ほどの距離にあり、市街地が連続している。駅前に JR バス関東が運行する、高東町方面バスの乗り場がある。稲バスが運行する、稲市街地循環バスと稲本線稲市、 南濃輪村、濃輪町による試験運行は駅南方にある稲北バス停から発車する。ありがとうございます。